古典朗読「平家物語」尾崎郎自称四年正月一日法凰の鳥羽殿には。 人の訪れる気配もなかった入道小国の怒り未だ解けず、苦行たちの近づくのを許さなかったし、法王も清盛をはばかっておられたからである。正月の3日間というもの、長賀に参上する者も,もいなかったが、わずかに桜町の中納言と、その弟、左京の大夫長典だけが特に許された。 正月20日は東宮の御まぎ、次いで御真始めというので、宮中はめでたい行事でにぎわったが、落馬とした鳥羽殿の法王には、ほとんど別世界の出来事のように思われた。そして2月21日、高倉天皇の御上位があり、東宮が即位された。高倉天皇は別にご病気でもなく、 ご欠点もなかったのであるから清盛の強引な政策の仕業とも言えよう。平家の一門は次節到来と我が世の春を謳歌しまたこれに対する非難の声は密かに京の町を流れたのである。御即位とともに三種の神器八坂にの勾玉草薙の剣八田の鏡は神帝の御所へ移され。 苦行たちは恒例に則っ,った儀式を取り行ったが、この後苦行の控え所に顔を出した左大臣藤原常宗が御上位の真相を告げたので、心ある貴族たちは悲憤し、互いに涙を流したという。自ら進んでの御上位でも、やはり哀れさは付きまとうものである。まして無理じいの上位であればと、 上皇の御心中を思って涙にむせぶ人々が多いのも当然のことといえるすでに上皇の御所からは歴代の宝物は神帝のところへ移されてあるともし火の数も少なく時を告げる役人の声すらここでは聞くことがない神帝の即位という華やかな祝宴の中に高倉上皇の官員殿は ひっそりと暗い影を落としていた。新帝安徳天皇、時に御年3歳、そして宮廷への同情を交えた、あまりにも幼すぎるという囁きが、身辺に繰り返されていたのである。噂を耳にした平大納言時忠は、ふんぬの面持ちで孤児を引き、洗礼を上げて、 即位の正当なることを述べたがその声はむしろどなるのに近かったもちろん時忠が新帝の乳母卒之助の夫であることもその原因の一つであろう時忠は言った新帝が若すぎるというのは愚かな話だ異国の例はいくらもある周の西欧3歳真の牧帝は2歳 本庁を見るなら、この演員三歳、六条院二歳である。皆をおむつに包まれていたため、長族を正すことができなかったのは残念だが、いずれも摂政が背に負うとか、母校がお抱きになるとかして、即位の式は滞りなく行われている。これは、すべて書物に明記されてあるではないか、何の不都合もないのだ。この歴史的弁護論は、 当然、そんな勝手なことが言えるのかとか洗礼は全て前例なのかといったような反論を貴族の間に呼び起こしたがしかしいずれもささめごとの息は出なかった新帝の即位は皇室との親族関係樹立という清盛長年の悲願を叶えさせた入道小国夫婦は天皇の外祖父外祖母である 共に十三号の戦時を受け年間年借を頂戴した。絵や花で飾られた衣をまとった苦行たちでごった返す入道亭は院の御所を思わせた。そこには天井人を召使いのごとく顎で使う習慣のついたそのくせ満面の笑みを浮かべる入道夫婦がいたのである。 この年の年月上旬、位を譲られた高倉上皇が秋の厳島へ見行きになるという話が伝わった。五代以後の書者への御行をは八幡、加茂、春日などであるから先礼を破られての御決意だったわけである。不審に思う人は多くさまざまな憶測も例によって行われたが全て的は外れていた。 上皇の秋五皇は、深い祈願が秘められての御決意であった。五福島は、平家の守護神として、別格に崇敬されている八代である。これに参拝されれば、平家への協力への証ともなろう、清盛の心を和らげることもできよう。が、これは表のことである。上皇の心中には、 賭場殿に幽閉同然の毎日を送られている父法王をこの参拝ですくいたかったのであるしかしこの御功は思わぬところから横やりが入って一時延期された厳島神社に先を越された永山修との奮撃であるメンツを潰された舟とどもは先礼を盾にとった天皇御退位後の御功はじめは 八幡かも春日にあらずば我が永山の三王においでになるべきである。はるばる秋の厳島とは奇怪なこといかなる洗礼もない。ご教皇になるとあらばみこしを振り立てまつって断固乙女申せ。出発は延隠されたが上皇ご皇の趣旨まことにもっともと。 総合を崩した清盛の圧戦が功を奏し御功出達は3月17日に決まったその日八丈大宮へ身行きになられた上皇は夜になると直ちに厳島明神の御神事を始められ翌18日清盛邸へ入られたこの夕刻上皇は先の右大将宗盛を御前に呼ばれた。 明日、五福島へ参るが、その当時、久々に、鳥羽殿へ法王をお尋ねしたいと思うが、この胸、入道へ知らせておかねば悪いであろうか。すでに、秋五行の決意のとき、このお気持ちがあったことは明らかである。宗盛は、慎んで答えた。その儀、ご無用に存じまするが。それでは、早急に、今宵鳥羽殿へ参り、 このことを伝えてくれ。使いは今日がよろしかろう。使いとなって、そのよ腰を飛ばした宗盛の知らせに、法皇は夢ではないかと喜んだ。翌十九日、大宮の大納言高須への撤唱の準備で、五行はつつがなく行われた。三月も半ばを過ぎている。霞に曇る有明の月おぼろな空の下。 五光の一行は地に淡い影を落としながら鳥羽殿へ向かった。鳥の声、空を渡るのを見上げれば、はるか北陸を目指す狩りの群れである。一群れ消えればまた一群れ、哀れを催す狩りの声は五光の者の胸に響いた。鳥羽殿に着いたのはまだ未明であった。御車より上皇は降り、 門を開いて進んだすでに春は暮れなんとしている薄暗い木立ち人の気配すらない木々の小の花色あせて樹葉は早くも夏を告げる装いをしている泣くうぐいすの声も力なく老いていた上皇の胸には我知らず去年の正義が思い出されてきた 正月六日、朝勤のための宝十字殿への御行である。訪れた上皇を迎えて、笛、金、太鼓が一斉に乱情の額を奏した。清掃の諸教は列を正してこれを迎え、六 F の官人が万幕を張った門を開けた。まず上皇を迎えたのは、すでに我が季節の去りゆくのを知ったウグイスの、 年老いた声である法王は知らせを受けて神殿の橋隠しの間に上皇を待っていた高倉上皇今年二十歳夜明けの月の光を柔らかに浴びて立っていた青年の優美な姿は上皇に息子の母古賢春門院の在りし日を忍ばせた 涙にくれた法王は、この暁、二人の人にあったのである。その一人は我が子であり、他の一人は、かつての長期である。父と息子との対面は、静かに行われた。間近に設けられた座についた法王上皇の御前に志向したのは、雨御前ただ一人。二人の話し声は低かったが、夜が明け、 鳳凰にいとまを告げられた上皇は草津からカ路、秋へ向かわれた官僚高倉上皇が厳島にお付きになったのは三月二十六日清盛入道小国が最も寵愛した内氏の家が仮御所となり 中二日の滞在中には、度胸の絵と、武学がにぎやかに行われた。満願の日、同志・新井寺の高原僧侶は、高山に上り、鐘を鳴らして、漂白を声えからかに読み上げて曰、いく、九重の都をいでられ、八重の塩地をかき分けて、ここまでおいでになられた陛下の御心は、片付けない極みである。 この神前に捧げられた言葉には上皇をはじめ諸神皆感激したその後で上皇は抹者に至るまでくまなく身ゆきになりまた厳島の座す孫栄を方言の位に上らせるなど官主たちの異界昇進を行われたが入道小国の心もこれで和らぐかと思われた上皇は十九日 美しく飾られた船で看御されようとしたが、途中烈風にあおられて、海上が荒れたので、五福島のうちの有の浦までこぎ戻られた。波風静まったその日の夜遅く、再び船を出され、ビンゴの国、四季ナの港に着かれた。波地を心も晴れやかに、京へ向かう上皇の一行は、4月2日、備前の小島。 五日には播磨国山田に疲かれここから見越しで陸路福原へ途中鳥羽殿には寄られずまっすぐ苦行天井日とお迎えの中を清盛邸へ無事に帰られたのであった四月二十二日新帝安徳天皇の即位式が行われたが千年の火災で焼失した大国殿が使えないので四神殿が氷儀の末 式場にあてられた即位式には平家一門こぞり参列したが重盛の息子たちは喪中なので引きこもっていたクランドエモンの権之助ナ長が滞りなくめでたく終わった新廷の即位式のありさまを和紙十枚ばかりに書いて清盛の奥方八条の二位にうやうやしく奉ると奥方は これを繰り返し読まれてはいつまでも幸福そうな笑みを顔に浮かべていた源氏そ,ろえそのころ後白河法皇の第二王子持仁親王は三条の高倉に住んでいたので高倉の宮と呼ばれていた彼は十五歳の年に この江瓦原の大宮の御所で世を忍ぶようにひっそり元服した。宮は再芸人に優れ、ご筆跡もまことに麗しく、側近の者を感心させていた。夜が夜なら皇太子にもなり、皇位に疲れる方であったが、こ賢春門院の曽根見を受けて、押し込め同然の境遇におられた。そのため、春、 花ほころべば、その下で脳筆をふるっては死をそうし、秋、月の縁には、愛蔵の笛を手にして歌曲をそうしていた。花に不遇の心を歌い、月に満たされぬ思いを語る風雅の道に、世を捨てたように生活していた。そして、自称四年を迎えた。時に高倉の宮、三十歳である。 平家一色の京に源氏としてとどまりながら巧みな政治力でその地位を保っていたのはこの頃この江河原に住んでいた源残味入道頼政であったがある夜密かに高倉の宮を訪ねた受け入れられぬこの世に望みを捨てたのか自然を心の友として月日を送ってきた宮の前に現れた源残味頼政の顔は 緊張に満ちていた。何の下級のようかと不思議な宮の表を見つめながら低く語る頼政の声は宮の心に強く響いた「君は天正大臣より四十八世のご子孫神武天皇より七十八代にあたらせられる尊いお方」。 本来なら皇太子にも立ち、天使の位にもつかれるご身分です。しかるに君の御年すでに30歳。今もってただの宮家でお過ごしになっていられる。残念なこととおぼしめされぬか。ご病心のお方ならいざ知らず、才覚人に優れたもう宮が。 世に捨てられたままで終わられてよいとおぼしめすか。平家の戦慮のため戸羽殿にご遊挙されている父君法皇のおいきどおりお悲しみを案じられようとはお思いになりませぬか。畳みかける頼政の声は不気味な力を持って宮に迫ってきた。ただちに平家撃滅のごム反あるのみですぞ。 平家この世からさらば宮はご即位そして法王へのご公用もできます。これに優るものはござらぬはず。今こそ宮のご決意の時もし決意あられて領事を下されたもうなら宮のもとに喜び勇んではせさんずる源氏のつわものは諸々諸国に宮のご想像より はるかに多いのです高倉の宮の表を我知らずよぎる同様の色を読み取ったのか頼政は膝を進めてかねて調査してあるところを示した謀反成功への現実的証拠とも言うべき反平家勢力の人命表であるまずこの京に隠れて平家を伺う者出羽の禅師光信の子 伊賀の神光本出羽の判官光永出羽のクランド光重出羽の患者光吉熊野に隠れる者は古六条の藩雁為吉の罰十郎吉盛です摂津にはただのクランド行綱がおりますがこやつは新大名古成親教の謀本の時ひとたびは味方につきながら 途中で寝返りを打った裏切り者ですから論外ですしかしその弟忠次郎友真手島の患者高より、太田の太郎頼元は信頼するに足る存在ですさらに河内には石川の公領領する武蔵守入道義元その子の石川の判官代義金大和には 宇野の七郎近春の子の太郎有春、次郎清春、三郎成春、四郎吉春。またさらに大見には山本、柏木、西森。美の尾張には山田の次郎重弘、川辺の太郎重直、泉の太郎重光、浦野の次郎重藤、味木の次郎重よりその子の太郎重助、木田の三郎重長。 凱殿の半眼大重国矢島の戦場重隆その子の太郎重幸下位には辺見の患者良清その子の太郎清光武田の太郎信義鏡の次郎唐光同じく小次郎長木よ一条の次郎忠頼板垣の三郎兼信辺見の兵衛有吉平賀の患者森吉 その子の四郎慶喜、子・立脇の戦場・義方の次男、木曽の患者・義仲、伊豆の国には、流倫・咲の右京江之助・頼朝、日立には、志田の三郎戦場・義則、佐竹の患者・正義、その子の太郎・忠義、三郎・義宗、四郎・高義、五郎・義末。陸奥には、 古、子様の神、義朝の罰、苦労患者、義常など。いずれも皆、六村王、常元の子孫で、ただの新墓地、三中の行員なのです。頼政の弁は熱を帯びてきた。あたかも、諸国に兵を蓄えて、潜む源氏の網の目に、兵家が絞られてゆくような関西え、宮に与えたかもしれぬ。頼政は、 調を変えて続けた。我ら元家の者朝敵を武力で平らげ宿望を達した点においては平家に一向劣りませぬ。が今は宮もご覧のありさま源平は今や雲霊の隔たり主従の間柄より劣るのが現状です。 国に参れば国史の家来、荘園では預かりどころに使われている始末。京にあれば九時や増時に追い立てられて、心の休まる暇もない日を送っているのです。ひるがえって今の世を見ますなら、平家の意に服しているように見えるのは表面だけのことです。誰しもその心中。 りやらば平家に人たちというのが原家一等の悲願。この頼政も神保に落ちませぬ。もし宮がおぼしめしたて領事を下されるなら、私服する諸国の源氏は領事を報じて要秘日に継いで京に長んずるは出城。平家滅亡に事実は要しますまい。その儀なればこの頼政。 年こそよりましたがあまたの若き子孫もござりますゆえ引きぐして第一番に御元に参じ立てまつる次第宮野胸中は知事に乱れた軽々しく決するにはことはあまりに重大である筆と笛を愛して風雅の道に生を終えるべきかそれとも剣を選んで定位をうかがうべきか これはまた生かしかに通じようしばし勝因の返事もなく思い煩う宮野胸中を一条の工房がひらめいた僧人のうまいと言われた正納言これ長のことであるこれな長はあこまる大納言宗道の孫貧乏の先咲司末道の子だが人相を牧すること当時並ぶものなしと言われ 人呼んで宋昌納言と経された苦行であったが宋昌納言は高倉の宮を見て恐るる色もなく原価に答えた。好意につかせたもうべき御宗天下のことお諦めたもうな。今宮の胸によみがえったこの言葉は玄三味頼政の信言と相まって強い啓示となった。さては。 格なすべしとの天正大臣のお告げに違いなしと宮は信じた松陰の言葉を与えた宮の顔は頼政の目には蒼白に光って見えた事は隠密にに運ばれた領事を報じて東国へ下る密誌は新宮の十郎義盛と決まった十郎義盛はクランドに任ぜられ 行家と解明した。雪家は4月28日密かに京をたった近江の国より初めて美濃尾張の源氏どもに領事を伝達して回るうちに5月10日には伊豆の北条蛭ヶ島に着いたここの流人咲の右兵衛の助頼朝に宮の領事を取り出して奉てった さらに頼朝の兄志田の三郎を戦場義則を訪ねて志田の浮島へ下り木曽の患者義仲もおいなので領事を伝えようと幸家は中山道へ赴いたこの頃熊野別当丹三は平家の重音を受けていたがどこからこの領事のことを漏れ聞いたのか「新宮の十郎義盛は」 高倉の宮の領事を抱いてすでに謀反を起こさんとしている。那智新宮の者どもは定めし源氏の味方をするであろうがこの丹蔵は平家の御恩を山より高く受けている身いかで謀反に組みしえよう。まず那智新宮の者どもに矢一つ言いかけてその後都へ事の詳細を報告することにしよう。 甲冑に身を固めたつわもの1004人を引き連れて新宮の港へ向かった新宮では鳥居の方言高坊の方言武士にはうい鈴木水や亀の甲那智では修行方言以下そのせい合わせて2000人余りが陣を構えた来るべき嵐の前触れとも言うべきこの戦は激しかった 双方時の声を上げ、矢を居合わせて、合戦の幕は切られた。源氏の陣にはかくいいよ、平家の者にはこうい,いよと、互いに譲らぬ弓から放たれる矢は絶え間なく飛び交い、居手の上げる雄たけびは衰えることなく続き、かぶ矢のうなりは鳴り響いて、死闘は三日間続いた。しかし、さしも腕に覚えの方言丹蔵も、 家の子老頭を数多く撃たれ我が身も傷を負って命からがな本宮熊野へ逃げ帰ったのであったイタチの沙汰さて後白河法皇は成近瞬間のように自分も遠い国に遥かな小島に流されるのではなかろうかとお考えになっていたが。 そういうこともないまま鳥羽殿に自称四年までお暮らしになっていたこの年の5月12日の昼ごろ鳥羽殿の中でイタチがおびただしく走り騒いだ常にないことである法王は何の兆しかと自ら占われて近江の神中兼その時まだ鶴クランドと呼ばれていたのを御前に呼ばれた この占いをもって安倍の安親のもとへ行き、しかと考えさせて吉祥の感情をとってまいれ。仰せを受けた中金は安倍の安親のもとへ急いだが、折やしく家におらず、白川までおむいて法皇の直情を伝えた。やがて、墨船した安親が記した感情を懐にして、鳥羽殿へ急いだ中金は、 御所の前で旗と立ち止まった警護の武士が厳重に門を固めている。何と頼んでも門を通さない。御所の勝手知っている中金は土兵衛を乗り越え大床の下を張って法王の御座まで進み御座の切り板の隙間から安親の勘定を差し上げたのであった。法王がこれを開いてご覧になると。 この三日のうちに、およろこびのこと、ならびにおなげきのこと、としるしてある。王は、このうきみによろこびのことありとはけっこうだが、なげきとは何か、このうえまたいかなるつらい目にあうのか、とおおせられた。さて、よく五月十三日。 先の右大将宗盛父清盛入道のところに行き法王のことを度重ねて説いたので清盛もようやく思い直し法王を鳥羽殿から出し立てまつって都へ移し八条烏丸にある美福門院を法王の御所としたこの三日のうちの喜びという安親の占いはこれを指したのである。 こういう情勢の中で、新宮の合戦に敗れた熊野別島丹蔵は、急備客をもって高倉宮無本のことを都へ知らせたのである。先の右大将宗盛は顔色を変えて、この時福原の別荘にあった入道にこれを伝えた。入道将国は一瞬疑うように宗盛の顔を見つめて沈黙したが、 たちまち顔を朱に染めて激怒した「それがまことなら高倉の宮を直ちに絡めとって土佐の旗へ流してしまえ」とこう命じたこの章に当たったのは苦行で三条大納言実房式辞は唐の弁三政である武士には現大風判官金綱と出羽の判官三長の2人 この現大腐判丸というのは現残儀頼政の次男であるこの人を謀反鎮圧の使者の中に加えたというのは平家が頼政の陰謀画策をまだ察知していないということを意味する高倉の宮逮捕の一行は甲冑に身を固めたつわもの三百余旗を引き連れて月明らかな道を宮の御所へ向かった 信合戦この日5月15日満月である三条の御所で高倉の宮は雲間に隠れうつる高校たる月を眺めていたはるか東国に下した密使の行方そして源氏勢の反応あるいはにわかに可能性を帯びて身に迫ってきた行為のことに思いを回らせていたのであろうか 雲間をよぎる月の光を浴びた宮の姿は、無心に月夜を楽しむとも見えた。この時き、一席きって宮の御所に現れたのは、入道頼政の旧士である。宮の御目の殿子、六条之助の大夫宗信は、使いの手紙を慌ただしく宮の御前に開いた。宮の御無本のこと、すでに露見。 宮を土佐の旗へお流し申さんと、官人ども、ケビ石別当の命を受けてお迎えに向かう。急ぎ御所を出させたまえ、三井寺へ入らせたまえ。この入道頼政も、即刻、おもとに参じ立てまつらん。意表をつく知らせである。宮は老狽した。才覚優れたとはいえ、月を目で虫に聞く風雅の道に今まで過ごしてきた宮である。 気球の際の身の処置にほとんどなすところなく呆然とするばかりであった。この時、宮の御前近くにあったのは、長兵衛の城、長谷部の信貫という侍。進み出て起点の策を申し上げた。かくなる上は、もう他に法図はございませぬ。要望装束に変装されて、お逃れ遊ばしませ。これは妙案であると、側近が手を貸して、 宮の髪はたちまち解かれて下げられ、衣を何枚も重ねて、一目傘をかぶられ、顔を隠した。御所の門を出た女装の宮のお供は、からかさを持った六条之助の大夫、袋に物を入れて頭に乗せた鶴丸というわらべあたかも若侍が女を迎えて連れて行く姿であった。 三井寺へ向かって北に落ちてゆく一行は道を急いだ途中に大きな溝があったので宮は女であることを忘れわれらず軽やかに飛び越えたこれを見た通行人たちはなんとはしたない女房の溝のこえようかと言って立ち止まりいぶかしげに見つめたので宮の一行はますます足を早めたご所のるすいは 兵衛の城長谷部信の貫であったが残っていた女房たちを御所のあちこちへ隠し置きさて見苦しいものがあったら取り片付けておこうと部屋部屋を見回るうちに宮の居間の枕元に笛が忘れられているのを見つけた佐江田と名付けられた高倉の宮愛蔵の一貫であるこれは宮様ご悲哀の笛 あまりに心せかれてのご失念か、思い出されればお嘆きあるに相違なし。と、とっさに笛をつかむと、宮の後を追った。ものの五と柱のうちに追いついた信面が宮に笛を差し出せば、手にした宮の顔は気色にあふれた。我死なば、この笛も棺の中に入れてくれよ。信面よ。 このまま世の友をしてくれぬかと宮は頼まれたが、信虎は答えた。まもなく御所にはケビ医の役人どもが参るはずでございます。その御所に人一人おらぬとは、まことに残念に存じまする。その上、あの御所にこの信虎いるとは世間もよく存じておること。今夜おりませぬならば、さぞかしやつらは夜逃げをしたと思いましょう。 これがのぶつら口惜し存じまする。この信蔵は弓矢とるみかりそめにも名を惜しみます。ご安心めされませ、押し寄せる役人どもをしばしあしらった後、一方を打ち破って、後ほど宮のおそばに三日つかまつります。こういった信蔵はただ一人御所へ引き返した。御所の三条王子に面した門。 高倉通りへの門も全て開け放して信蔵一人悠然と敵を待っていたこの夜の信蔵の装束は萌木匂いの腹巻きをつけ上には薄青のり衣、腰には F の太刀やがて午前0時牙の音が門外に近づいた現大風藩岸兼綱と出羽の藩岸三永の率いる三百余旗である すでに父頼政の意を退している現大夫判官ははるか門外に控えて様子をうかがったひづめの音たからかに門内に乗り入れたのは出羽の判官光つが前廷に控えると静まり返った御所の隅にまでとくばかりの大恩城を挙げた「宮のゴム法はすでに露見つかまつった土佐の旗へお流し申さんがため別当の命を受けて役人参上」 ただちにいでさせたまえ。声に応じて広縁に姿を現したのは、のぶつらである。宮はただいまご不在じゃ。従ってここは御所ではござらぬ。宮はご参拝中でいられる。夜遅く大声を上げられても迷惑じゃ。一体何事かな。落ち着かれてことの思災を申されてみ。落ち着き払ったのぶつらの言葉に、 三ツ永は逆上した。そして前に増す大声を上げた。言うな、この御所でなくてどこに宮が行かれるか。いないというか、探してみしょう。下郎ども、御所へ入って抜かりなく探せ。下郎ども、物をわきまえぬか。馬に乗ったまま門から入るさえ無礼なことじゃ。天津さえ、下郎が御所内を探すとは何たること。 入るつもりか。超兵衛の城長谷部の信蔵が目に入らぬのか近寄って怪我をするなよ空にはすでに雲が切れて月が輝いていた広縁に身構えて不敵に立ちはだかる信蔵の姿に役人たちは一瞬声もなくひるんだ様子であるしばしにらみ合いの続くかとも見えたがこの時 と走り出たと見るや、さや走らせた大立ちをきらめかせて広縁に飛び、信蔵めがけて斬りつけた男がいた。ケビー氏の長の下郎で、金竹という者、かねて大力の名を取っていた男である。金竹の振る舞いに同じ仲間14、五5人も一斉に打ち物を取って、どっと信蔵を襲った。一歩すざった信蔵は、 左手で仮絹の帯紐を一気に引き捨てたその右手には抜かれた太刀があった F の太刀は装飾も兼ねるので一体が華奢な造りだが信らのはかねてからことあるべきを期して入念に鍛えさせたもの。野戦のようにも耐える技物である下郎たちの振るう大太刀大荻刀に信らの太刀が交差した 力に任せた大な,ぎなたが振り下ろせば空を切り、振り上げた大立ちの相手の胸を信貫の太ちが襲った。軽やかな身の裁きから必殺の刃が踊り出てくる。入り乱れて打ち合ううちに切り立てられた役人が散り散りに庭へ追い落とされた。嵐に木の葉が散るようであったと言われる。 5月十五夜の月に照らされた御所は明るかった。敵も味方も戦いやすい条件ではあったが、敵は不安ない信雄は近寄る者を回廊に誘い寄せては、一刀のもとにけさがけに切り、壁にいつしか追い詰めては胸を刺した。のの使いだぞ手向かうのかと、信雄を持て余した役人どもがおめいた。戦時とは何じゃ 嘲笑うその暇にも信蔵は太刀を振るった。入念の作りとはいえ、彼の太刀は絵フ作りの華奢なものである。激しい打ち合いに刀身が曲がれば、とっさに手で直し、それでも及ばぬときは、足で刀身を正しながら、縦横に白人を踊らせた。幾多の合戦で身につけた信蔵の太刀さばきは水際立ち、彼の刃に伏した者は、 たたちち人を数えた倒された仲間の血が彼らを奮起させたのか新手は死に物狂いで大苗形を打ち振りながら立ち向かってくる一声叫んだ横苗の一撃を信鞍が王と受け止めた時鋼が鳴ったと見るや太刀の切っ先三寸が折れ飛んだ飛びすざった信鞍にしたりと追っ手が迫る太刀を捨てた彼はもはやこれまでと 切腹を決意した狭山木を逆手に握ろうと洋館を探ったがしかし斬り合いのうちに落としたのであろう狭山木は腰になかった。素手の信鶴は襲いかかる敵の刃のもとに身を沈めるや一気に庭におり高倉通りに面した古文を目指して大手を広げて駆け出した。 必死の行走で通りへ踊り出ようとする信らの横合いから大薙な刀なが振られた。瞬間、気合と共とに地を跳ねた信らは刃をかわそうとした。しかし、薙刀の方が早かった。刃は信らの股を縫った。どうと地に転がった信らの上に役人たちが群がり、彼は池取りにされたのでや。 直ちに御所内に乱入した役人は、血まの子で高倉の宮の姿を探し求めたが、もちろんいるはずはない。自断だ踏んだ彼らは、隠れ潜んでいた女房たちに悪態の限りを尽くした後、信面を縛り上げて、六原へ引き上げたのであった。報告を受けた宗盛は、大床を踏み鳴らして現れると、 庭先に引き据えられた信らを見据えてわめいた。己は戦時の使いと名乗る男を何が戦時じゃと申して斬ったとな。嘘とは言わせぬ。その上、ケビ石の蝶の多くの下狼もあやめた。断じて許さぬ。よい、河原に引き出して、そのそっを撃ち落としてやる。が、その前に。 宮の行方を隠さず申し立てい。己は承知しているはずだ。こやつを厳しく注問してみよ。信鶴は不敵な表情で座り直すとあざ笑った。近頃御所の周りを妙な輩がうろつくのは存じておった。大したこともあるまいと今夜も馬鹿にしておったのは拙者の間違いであったが、どうも大層なことをやる御仁たちじゃ。 物音がするので出てみれば鎧武者が三百0機よほどあの御所が怖いと見える。何をじゃと尋ねると戦時のお使いだという返事じゃが昨今はあちこちで窃盗強盗山賊海賊など性の悪いやつらが苦行がおいでになったとか俺たちは戦時のお使いであるなど称して悪事を働いていることは拙者よく耳にしているのじゃ。 やはんものものしい出たちの人相の悪い輩からからのっけに「戦時の使い」と言われても信用はできぬ。腕に覚えがあるかどうか知らぬがいきなり切りかかってくる。戦時とはなんじゃと申して切り捨てたまでじゃ。しかし、生け捕りとは無念。この信貫、甲冑を身につけ鍛え上げた太刀を持てば押し寄せた役人どもを一人でも無事に返してはおらぬ。 宮の行方をお尋ねのようじゃが、拙者知り申さぬ。たとえ存じていても申しはせぬ。旧門などしても、信蔵には無駄なことじゃ。侍が決心したことを拷問などで脅かされるとは。今日も侍じゃ、ご存じあろう。こう胸盛をにらんで答えた信蔵は、言い終わると固く口を結んだ。そしてそっぽを向くと、もう いかなる質問にも推しのように沈黙したこの信らの態度は居並ぶ平家の侍たちを感心させた「これこそ一期当選の侍」という言葉が互いにささやかれたまたある男は彼の武勇は今に始まったことではない千年彼が院のクランドどころにいた時だが 手ごわい強盗6人を取り押さえたことがあった。この強盗は守護の武士でも立ち向かえなかったほどのやつらであったが、逃げる賊をただ一人で追いかけ、二条堀川で6人を相手の斬り合いじゃ。そして4人を切り、二人は生け捕った。左兵衛の城に任せられたのはこの時の手柄からじゃ。今切られるには惜しい侍よ。と語る者もいた。 この噂が耳に入ったのか清盛入道は信蔵を斬るのを止め彼を放棄の日野へ流すことに決めたのであったその後平家滅び源氏の世になった時信蔵は東国へ下り梶原平蔵景時に仕えたがある時この合戦の話をすると頼朝公がこれを聞きけなげなやつと言って のとの国に領地を与えられたというがこれは後日の話である高倉の宮恩城寺へ事業一方女房小族に身をやつし一目傘で顔を隠して三井寺へ落ちゆく高倉の宮は高倉公寺を北に取りさらに小野江王子を東に進んだ 月を移して爽やかに流れる鴨川を渡れば、もう匂い山である。追われる実の宮は、踏み慣れぬ夜の山地をひたすら急いだ。御天育ちの実である宮の足はいつしか血にまみれ、立ち止まって一息つけば、足元の砂は暮れないに染まった。夏草の露は宮の裾を濡らした。疲労にもつれる足は、 一層重くなったが心を励ましては山路をひたすら急いだ宮が目指す三井寺へ到着したのは暁型東の空すでに白み高い樹木の梢には朝日がさしていたよう徹しての山路歩きで宮の顔はやつれ果てていたこの寺の舟を頼みにまいたぞという宮の言葉は 多くの寺の中からこの寺だけが選ばれたという感動を三寺の舅に与えた喜んだ寺側は直ちに法輪院に御所をしつらえ心身ともに疲れた宮に食事を差し上げたのであった起用高倉の宮が法輪院で休まれている頃京の町は 宮の無本の噂で持ちきっていた。戦乱はもはや免れまい慌てて逃げ自宅にかかる者さえいたとともに一体何が宮を謀反に走らせたのかという詮索がささやき交わされた黒幕とも目される玄三味頼政の名が人々の口にのったのもこの時である高倉の宮謀反の知らせは京都に大きな衝撃を与えた 騒動はいつ終わるとも知れなかった宮を打倒平家へ走らせた現残美入道頼政はどんな動機を持っていたのだろうか今まで都にあって誰と衝突するでもなく穏やかに過ごしてきた侍であるなぜ今年になって急に平家滅亡を心に誓ったのかつらつら案ずるにこれは入道頼政が 勝って気ままな仕打ちを続けてきた平家の次男宗盛を憎んだためと思われる三味入道の嫡子伊豆神中綱はこの下と名付けられた影の名馬を持っていた宮中にまでその名が知られた一物で乗り心地といい走り具合といい抜群の影でおそらく世に二匹はいまいと言われたほどである これを知って欲しがったのが宗盛である。早速中綱のところへ使者が立てられた。世に聞こえた名馬、この下を所望いたしたいが。という。中綱は使者に答えた。おなざしの馬は確かに所有しておりましたが、近頃あまり乗り疲れさせたので、しばらく休ませようと田舎に送っている次第です。 死者の報告を受けた宗盛はそれでは仕方ないと諦めたところが平家の侍どもは口々に宗盛に告げたあの馬ならおとといも昨日も私は見ております現に今朝も庭で調教しているのをこの目でしかと見ました怒ったのは宗盛であるなんというケチなやつ欲しいあまりに嘘をつきおったな それならそれで、こちらも断じてもらい受けてやる。とばかりに死者を再び立てての矢の催促である。断られても引き下がる男ではない。二度三度が七度八度となって中綱を攻め立てた。これを耳にした三味入道頼政は息子を呼んで言い聞かせた。たとえ小金作りの馬であっても、 人がそれほど欲しがるのを断るのはよろしくない。侍たる者が物惜しみすると人に言われてはならぬ。馬はやるがよい。父に説かれて相葉を手放す気にはなったもののいざとなるとその決心も鈍りがちである。ようやく一種の歌を記して馬と共に宗盛りのところへ送った。歌に言う。 恋しくばきてもみおかしみにそうるかげおばいかがはなちやるべきもちろん宗盛は変化などという礼儀はまもらなかったもっぱらあいぞうふたつながらまじるめつきでこのしたをねめまわしていたうわさにたがわぬめ馬ばじゃ馬はよいだが持ち主のおしみかたがにくい それならば中綱目が心を慰めてくれよ。やつの名を馬に記せよ。中綱の焼印を押されたこの下はこうして宗盛の馬屋に収まったが伝え聞いた客たちが訪れて一目名馬をと所望すると薄笑いを浮かべた宗盛は馬を引かせると怒鳴った。中綱目に蔵を置け引き出せい。 中綱目に乗れ撃て殴れ無念の涙にくれたのは中綱である焼中の玉を奪われたばかりかことごと我が身を長老される父の前に現れた中綱は父への恨みも混じる眼差しを投げながら訴えた我が身にも変えたいあの馬を働き権力で奪われたのは無念に存じまする その上天下の笑い者になっておりますこの身。父上諦められぬ根治にござります。わしも人を見る目がなかった。お前の胸の内は察してやる。それにしても侍の道を知らぬやからじゃ。我らに何もできまいと思うて平家は。 かかる周知も平気で行っておるのじゃ。これほどバカにされては源氏の名もスる生きながらえても所詮命の無駄遣いじゃ。わしも決意した。機会をうかがってやつらに思い知らせてやる所存じゃ。中綱、今はこらえてくれ。こうして頼政は機械を狙っていたが。 ついに高倉の宮を動かしてこの旅の巨に出たものであるこれは世間の人が噂していることであったが信ずべきものと思われるさて高倉の宮が三井寺へ逃げた16日の夜今日の玄山味入道頼政の家は突然あちこちから火の手が上がりどっと炎上し始めた火炎の明かりで人々が見たのは 甲冑に身を固めた武者三百余機が北へ目指して走り去る姿であった。現残儀入道頼政が着、着子伊豆神中綱、次男現大夫官岸熱綱、六条のクランド中家などを引き連れて、三井寺へ馳せさんずる姿である。己の屋敷に火を放って決意を示したのであった。 慌てて駆けつけた六原の役人たちは燃え落ちた屋敷にいる一人の男を見つけたので引き連れて帰った男は頼政長年の家来で渡辺の源蔵紀王の滝口という侍であるお前は先祖代々三味入道に仕えてきたものであるがなぜ主君と共に浮かずに一人屋敷にとどまっていたのか宗盛自身の取り調べに対して き用はかしこまった口調でためらいなく答えた。私めは一丁断れば真っ先に駆けつけて、主君のために命を捧げようと思っておりました。ところが今日はどうしたことか、頼政様は一言も私にお話がありません。何も知らない私は、仕方なくうろうろしていたのでございます。さようか。 お前が当家にも健在していたのは承知している。お前の家の将来を思うて当家に味方をするつもりか、それとも朝敵となった頼政に就こうとするのか、よく考えてありのままを申してみよ。この宗盛の言葉を聞くと、清は感動を表に表して、はらはらと涙をこぼした。私の胸のち、ありのままに申し上げます。 いかにもこの身、頼政様に先祖代々お仕え申してきました。祝宴もご恩も感じてはおります。しかし私は、朝敵のお命に身を汚す心は猛頭ございませぬ。このをただいまより御殿に奉公をいたしと存じまする。それは長女。御身には頼政の時に劣らぬものを与えよう。 部の誉れ高い紀王が王鵬を志願したのであるから宗盛の機嫌は一度によくなったこの日は朝から夕方まで断るたびに紀王はおるか紀王はどこじゃと大層なお気に入りであった16日も暮れた宗盛が紀王の前に姿を現した時真心現れた顔で紀王が権上した 方向はじめに手柄一つも立てと存じまする。聞くところによりますれば、現山未入道は三井寺におられるとのこと。必ずや夜打ちなど仕掛けるに相違ありませぬ。三井寺の手勢は三味入道の一党、渡辺の老頭たち、それに三井寺の奉仕たちでございますれば、あえて恐るるに足らぬ小勢でございます。私めにお任せあれば、 よう幸い寺に忍びまいり、朝敵のうち手ごわいやつを討ち取ってまいりまする所存。かくすれば後を蹴散らすはたやすき者にございます。が、今はかないません。なぜじゃと宗盛りは思わずつり込まれた。馬がござりませぬ。私も武士のはしくれ、手がけてきた両馬を持っておりましたが、先ごろ 友人に盗まままれてしまいましいた今恩馬一匹貸したまわりますれば見事手柄を立ててご覧に入れましょう器用の御姓に動かされた宗盛は相場に蔵を置かせて貸し与えた南梁と名付けられた宗盛秘蔵の白足毛である南梁を買って家に着いた器用は妻子郎頭を呼び集めて 決意を申し伝えたこれから頼政様のいられる三井らへ参る合戦には三味入道殿の先陣に進んで討ち死にする覚悟である皆も肝に銘じてくれ夜にならば出発いたす同様に満ちた不安な空気のまま京都は夜を迎えた紀陽は妻子たちを隠し忍ばせると何両にまたがった 渡辺の玄造、清の滝口、出陣の井手たちは、経門の仮犬に大きな菊とじ、先祖代々伝わるところの木瀬長日おどしの鎧、兜は銀の星をいただいている。たちはいかものづくり、それに重刀の弓、大中黒の矢、貝馬に乗った家来一人、下郎にも盾を持たせた。 我が家にも火を放って焼き払わせると、清は三井寺へ夜道を漆くした。六原へ、清の家の火災を知らせる使いが飛んだ。驚いた宗盛が急ぎ現れると、清はおるか清はおるかと尋ねれば、おりませぬとの返事である。宗盛は激怒した。すわ 奴に油断してたばかられたか遠くへはまだ行くまい追っ手を出せ必ず気用を打ち取れ胸盛の激しい下地に家来は御前を慌てて引き下がったがさて追う勇気のあるやつはいないすでに紀王の大合力弓の速射では並ぶものなしと言われた腕前は家来どもも十分に知っている 気王の持つ矢が二十四本なら二十四人は死ぬだろう。こう考えると、我こそはと名乗り出る者も,もなく、追っは自然消滅の形となった。この頃、三井寺にあって合戦準備に懸命であった渡辺党は、寄り集まって気王の噂をしていた。一人でも手勢が欲しいとき、気王の負担は打撃である。 それに同族である。渡辺党の一人が頼政に近づくと思い切って申し立てた。紀王は殿もご承知の武勇の者、何とかしてあの紀王を召し連れてくるべきでした。頼政は不安げな渡辺一党の顔を見ると微笑した。紀王の本心を熟知している人の笑いである。頼政は慰めるように言った。 あれほどのものだ。滅多なことで囚われまい。キャツはこの入道に心を捧げている。心配いたすな。見ていいよ。間もなく気用はここに来るであろう。という言葉が終わらぬうちに、どっと渡辺の東勢から歓声が湧いた。気王、器用という歓迎の叫びである。会心の微笑を浮かべる頼政の前に、 むしゃぶり水際だった紀王がかしこまった。紀王ただいま参上。お土産がございまする。伊豆の神殿のこの下の身代わりといたしまして六原の南陵を持参いたしました。伊豆の神殿への贈り物にございます。頼政が破顔大将すれば傍らの伊豆の神中綱は踊り上がって喜んだ。 しばし三井寺の頼政陣には人のどよめきが流れ、規制大いに上がった。やがて南梁は尾の毛を切られて追い返された。六原の馬屋番が夜も更けた頃、ふと目を覚ますと、馬屋が馬鹿に想像しい、置き入れてみると、奪われたはずの南梁が他の馬たちと噛み合っている。驚いた番人が、 飛び込んで胸盛に報告する。半信半疑の胸盛が駆けつければ、間違いなく何両である。しかし、おのけは切られ、昔は何両、今は平の胸盛入道、と夜勤が押してある。胸盛は体を震わせて呪いの言葉を吐いた。油断したのが無念じゃ。 よいか、今度三井寺へ押し寄せた時紀王を殺してはならぬ必ず生け捕るのだぞそしてノコギりでゆっくりキャツメの首を引き切ってやるとはいえこれも後の祭りであった名馬はもはや昔に戻らぬ姿のまま怒り狂う宗盛の前でぐさをはんでいた 三門への頂上高倉の宮を迎え頼政一派を受け入れた三井寺の大師は起こりうべき事態に備えて急遽その対策を練ったおらがいが吹かれ金が打ち鳴らされて舟斗が一堂に集められ真剣な会議が開かれた平家の大勢にこうするに所詮人数が足らぬとあれば 味方を集めねばならならい。ではいかにして動員するか衆都の会議の焦点はここにあった「つらつら金次の世相を案ずるに仏法の衰微、聖道の弱化が今にすぐるものはないもし清盛入道の暴悪を懲らしめなければいつの日を着せようか」「宮の当時への授業も」 超八万宮の加護というべきだ。仏も神も我々の虚にその力を与えたまうに違いない。思うに比叡山は天台宗の一味、奈良興福寺は暗吾徳土の会場である。彼らに劇を飛ばすなら必ずや我らに味方しよう。という意見が全員一致で迎えられた。直ちに劇文がそうされて、 比叡山と幸福寺へ送られた比叡山への情に言う「格別のご協力を願い当時の破滅を救っていただきたい」「入道清盛欲しいままに仏法を滅ぼし朝廷を乱そうとする現状を我ら密かに嘆いていた」ところで今月15日夜高倉宮 不慮の難を逃れられて当時へ授業されたのであるが、平家は院の御命令と称して宮の引き渡しを度重ねて要求してきている。当時は固い決意を持って拒否してきたが、平家は武力に訴えてもと軍勢を当時へ差し向けようとしている。当時の気球存亡の時、破滅の時である。案ずるに遠略 恩情の領事は、今三門と自門とに分かれてこそいるが、学ぶところは共に一つの天台宗である。これを例えるなら、鳥の創翼、車の両輪とも言える。もしこの一つでも欠けたなら、その嘆き、これに勝るものはないと信じている。どうか格別の協力で、当時の破滅を救っていただきたい。右は、 我ら衆と全員の決議である。よって、この檄文を記事へお送りする次第である。自称四年五月十八日。大衆一同。なんとへの頂上。新井寺から檄文を受け取った。比叡三門の大師は。いささか機嫌を損じた。 山門は本山であるとの自負がある鳥の僧欲車の両輪という文句が気に障った東山の末地三井寺が山門を同格に扱うのは無礼であるというのである憤慨のうちに返事は延ばされたこれとほとんど時を同じうして天台座す明雲大僧正が突然山に来て 都を説得して回った清盛の打った手であるこうして三井寺への返事には「態度未定」「目下検討中」という政治的用語をふんだんに使われた返書が送り返された入道清盛からさらに比叡周都の懐中策が取られ通りがかりの手土産として「近江米二万石」 国国の織野辺犬3000匹を山門へ寄せた「急ぎ皆に分け与えよ」というので谷や皆の相棒に分けられたが突然のことで分配はうまくゆかずどさくさに紛れての独り占めなどのかじわ泥棒騒ぎであったまた奈良興福寺への三井寺からの劇は比叡に送ったものとほぼ同文であったがその末尾に 特に記事においては、罪なき関白藤原元房京を機械ヶ島に流されるなど、清盛からは多くの恥ずかしめを受けられている。この時恥をすすがずんば、いつの日を岸しえようか。と突起し、格別の協力を要請したのであった。なんと偏兆。 三門から拒否同様の返事を受けた三井寺周都はこれで孤立するのではないかとの不安におののいていたが幸福寺からの返書は大いに規制を上げさせたそれほどこの返書は激烈な文句でつづられていたのである幸福寺より御成寺へ返事申す当時一味同士決議したことさのごとし 共に我々は社会一代の教紋を奉ずる者、喜んで記事へ合力を誓う者である。およそ清盛入道は兵士のカス、武家のゴミと申してよい。彼はもとより卑しい身の出であって、かつては名もない若侍さえ彼に仕えるのを恥じた者であったが、今や一族を機関に劣し、客官を下僕のように召し使い、王皇苦行でも、 胃のままに捕縛する暴虐を行っている。家代々の領地、荘園を奪うなど、その例数えるいとまがないほどであるが、去年の冬11月には関白を配慮されたのである。この古今に例のない暴悪に、我らは続徒と,として彼をその罪に問うべきであったが、あるいは信仰と唱え、あるいは直視と称して偽りの名分を立てるなどで、 我々も因認せざるを得なかった次第。ここに兵家ども御所を包囲したところが、春日大明神ひそかに姿を現して、高倉宮を記事に送り届けたのは、横暴、未だ衰えざる兆しと見るべきものである。記事が身を捨てて御守護申し上げるのは喜ぶべきこと。当時も強力に全力を挙げるものである。当時、 すでに十八日朝、大使を集め、所持に劇を飛ばし、末時に指令を与えるなど、合戦の準備を行っていたところへ、記事の奉還を得たのであるから。我ら州都一同の年来の不平無償、式大いに上がった。我ら協力すれば、邪心を打ち払うこともかたからずと信じている。記事新能を守りて、我らの新発の法を待たれたい。 自称四年五月二十一日、大主一堂まさに会心の変書である。ミーデラ修トがいずれも繰り返しこれを読んだその心は察するに固くはない。要日についでの戦への準備も弾んだ。大主揃え。ミーデラは、 防備のため山を切り開いて大小の関所を作ったこうした中で周都一同が集って表情が真剣に行われた「比叡は変身頼みの奈良興福寺の援軍はまだ来ていないこのままいたずらに時を延ばすのは平家を利するだけだ直ちに六原へ今夜を仕掛け夜討ちをかけよう」ついては 老人と若い者を二手に分ける。老僧たちを尿意神根より敵の絡め手に向かわせる。足軽どもを先手として、まず白川の民家に火を放てば、六原の武士たちは敵襲と思うてここに駆けつけるに違いない。この間、岩坂、桜本のあたりで防戦。しばらく時を稼ぐと,とともに敵をここへ引きつけておく。こうしておいて、 大手の松坂から伊豆の神を大将軍として若大使と有毛な僧たちが六腹を襲い一挙に風上に火をかけて焼き払い決戦を挑んで強襲すれば清盛入道を焼き出して打ち取れぬことがあろうか戦略に長けた一人が述べればそれは妙案であると大使は賛同したところがかつて平家のために祈祷したことのある一女房のあじゃり新海という坊主は 弟子など数十人引き連れて、この表情の席に進み出ると、彼の意見を改拳した。私が申すことを平家のためにする言葉と思われては迷惑至極。私とて宗徒としての道義を思い、寺の名を惜しむことは神護に落ちぬものです。昔は元家・平家ともに朝廷の護衛を務めたものでしたが、今や元家の運傾き。 平家世を取って草木も従う勢いでございます。見られる通り寺側の勢い極めて少なく、これで六原へ押し寄せるのは無謀の極みと愚相思案いたします。それゆえゆっくり作戦を練り、改めて軍勢を募ってはいかがでございましょう。無論この真意は幼地を延引させるためにあったが、小勢という現実をついた言葉に、 大主たちも一向要せざるを得ない羽目とはなりあ、はあでもないこうでもないという長表情が続く始末とはなったこの時衣の下に萌木にいの腹巻きを着込み大立ちを無造作に刺し白塚の薙刀を突き立てたそうが進み出ると第四条を挙げた上縁坊のあじゃり慶州という者深海を張ったとにらみつけながら言った。 下級の場に長表情するのはもう聞き飽きた。他に証拠を求める必要はない。この寺建流の元首天武天皇、いまだ東宮であらせられるとき、大友の王子に襲われて吉野から大和の国宇田の郡を通られた際の兵、わずかに十七機であった。しかし、伊勢に越え、身の終わりから集められた軍勢で大友の王子を滅ぼし、 暗いに疲れたのだ九を懐にいらば漁師もこれを哀れむという他の者はいざ知らず慶州の門弟は今夜六原において討ち死にするつもりである凛たる言葉は満杖を打った円満院の大夫玄閣は膝を進めると厳しい声で言った使用末端の多い論議は暇を潰すばかりだ この貴重な夜が更けるるばかりである急げ押し寄せて討ち取るべしようやく大主の決意は決まったたちまち部隊の編成が行われた絡めてに向かう老僧たちの大将軍には現残美入道頼政上円坊のあじゃり慶州立上坊のあじゃり日印などをはじめとしてその軍勢およそ1,000人 手に手に松明を持ち、進発した。大手の大将軍には、着子・伊豆神中綱、次男・玄太夫・藩雁・兼綱、六条のクランド中家、その子・クランド中光をはじめとし、大手には、円満院の大夫・玄閣、立上坊の伊賀の君、王林院・鬼佐渡など、いずれも合力で、弓や打ち物を取っては鬼をもひしぐという一騎当選の盛況である。 このほか平等院北野院などの豪僧も加わり武士には渡辺の羽生九張間の次郎を授く気王の滝口などその姓合わせて1,504人ビューに決意を秘めて三井寺を出発したのであったところが寺には堀が引かれ要所には盾を並べ酒もぎを立て連ねるなど急増ながら厳重な防備が作られてあったため 軍の進髪にはこれを一つ一つ取り除いてゆかねばならなかった。堀に橋を渡し、酒もぎを取り払うなど、面倒な作業を行って、ようやく大阪の席にかかったとき、芸名が暁を告げる始末。夜襲の時刻ははるかに過ぎてしまった。大将軍伊豆の神中綱は、ここで鳥が鳴くようでは。 六払い押し寄せるときは、もう真昼となる。夜討ちの奇襲ならば、どうにか戦える覚悟であるが、昼の戦では、この小勢で勝ち目はない。先手の者を呼び返せ。と下辞したとき、もう夜はしらじらと開けていた。大手、絡めて、ともかく兵を返したが、収まらぬのは若大手である。夜討ちの時期を失したのは、 かの一女房の長談義のためである。キャツは平家に寄せる心があるに違いない、裏切り者を倒せとばかりに、棒に押しかけて、そこの坊主どもを片端から切り殺した。一女房自身も満身に傷を受けたが、ようやくそこを脱し、這うようにして六原へたどり着き、これを涙とともに訴えた。しかし、この時六原に集った軍勢数万機、 いささかも動揺する気配を見せなかったのであるこうした中で高倉の宮は鎮痛な面持ちで夜も寝ずに考え込んでいた三門は変身し興福寺の援軍いまだ来たらずこの三井寺の手勢では圧倒的な平家の大軍に適することは難しいそれならここより優勢な奈良に行くのが良策であると 23日、暁方に三井寺を立つことに決めた。このとき、宮は2本の笛を持っていた。冴田セミ蝉折と名付けられた古今の名敵で、笛の名人と称えられたため、宮がこの笛を受けたものだが、中でも蝉折は、宋から渡来して朝廷に献じられたもので、蝉の形をした竹の節があり、あるとき、行がこの笛を、 粗末にも膝から下に置いたところ、これを笛がとがめたのか、セミのところから折れてしまったというほどのもの。今、宮は、三井寺を立つに及んで、本堂の弥勒菩薩に備えたのであった。宮のお供には、三味入道と渡辺の一味、それに寺の若大衆が従った。宮は老僧たちに別れを告げた。 上坊のあじゃり慶州は鳩の杖にすがって宮の前に進むと涙はらはらとこぼして申し上げた「拙僧宮にいつまでもお従いしたき心にございますが年すでに八十歳橋もなえて歩くのも困難でございます代わりに弟子の行部坊春秋をお召し連れくださいこの者千年平時の戦で 様の神義朝に従って討ち死にいたしました須藤行部の城利道の子にございますればその心底拙をよく存じておるものどこまでもお召し連れください今までこれというよしみもなかったこの私にそれほど心をかけてくれるのか宮は今更ながら感動の涙を抑えかねたそして 手勢一千五百人を引き連れて幸福寺へ向かわれたのであった橋合戦しばらく進むうちに高倉の宮は宇治橋に来るまで六度も落馬した側近が昨夜お休みにならぬお疲れのためであろうと平等院にお入れして休息させた。 敵衆をおもんばかって、宇治橋の端板三軒を引き剥がし、宮と共に兵もここで一息入れていた。一方、宮、奈良へ落ちたもう、という情報をつかんだ六原では、直ちに追って打ち取れと、大将軍に左兵衛守智森、唐の中将重衡、薩摩神忠則、侍大将に上佐の神忠清、 日田神影家をはじめとした軍勢二万八千余機が小畑山を越えて給追した。六原勢の先兵が宇治橋のたもとに着けば、橋の板が外され、川向こうには頼政の兵が陣を構えていた。みるみるうちに平家の姓が橋のたもとに黒山のように集った。どっと怒る平家の時の声に応じて、 宮の川でも時をあげる。と、小勢と見て取ったか平家が一斉に橋を押し渡ろうと進み始めた慌てたのは先人の兵である「橋板が取ってあるぞ進むな進むな」と声を枯らしての静止も流行り立った御人の耳に入るわけがない我先にと進む兵たちに押され押された先人の兵は悲鳴を上げながら川に落ちては 次々と溺れていったようやく事態を察して兵を治めた平家と高みの長書を投げていた宮川とは川を挟んで退治したこの日を最後と心に決めた玄三味頼政は品川脅しの鎧を着て兜はつけていない着手伊豆神中綱も兜を外しているこれは 弓を強く引くためであった。両軍の矢合わせが戦を告げた。宮川の御地院の田島、渡辺の羽生区などがいかける矢は高級から放たれた。盾を抜き、鎧を通して人を倒した。両軍から矢が飛び交い、矢叫びの声高まってゆく中に、一人の侍が大荻沙を鞘から抜くと、 するすると橋の上に進んだ御の田島であるこれを見た平家から「不敵なやつよき目印ぞ打ち取れ打ち取れ」取れと雨のように矢が飛んだ橋の真ん中に構えた田島のなぎなたは俊速の技を見せた頭を狙う矢には身を沈め低い矢は飛び越えた真向こうから飛び来たる矢は なぎなたででうととときって落とし横から襲う矢を騒がずではたき落とすななぎの刀がきらめくと見るや二つになった矢が散り落ちるさまに敵も味方も感単したまた同時の一人筒井の情名名衆は黒川おどしの鎧に五枚兜の尾を締め二十四本の黒ほろの矢を背に 白塚の大荻棚をつかんで橋に一人進みとどく大音城を上げた。遠からん者は音にも聞け近からん人は目にも見よ。三井寺には隠れなき筒井の城名名衆という一人当選のつわもの。我と思わん人々は地区よれ玄山戦。と言い終わるや否や彼の手は黒ほろの矢を弓につがえて放った。 たまらず射抜かれた一人が倒れる間もなく、名舟の弓から引きも切らず正確な矢が飛ぶ。背のエビラに矢が一本もなくなったとき、十二人が殺され、十一人が負傷したという速射であったが、弓をガラリと捨てた名舟は、貫きを脱いで裸だとなるや、ひらりと橋桁に飛んだ。猿のごとく橋桁を走ると、たちまち敵陣に近づき、 白塚の大な刀を打ち振るうこしゃくっとばかりに踊りかかる敵兵一人二人が血煙を上げその数五人を数えた立ち向かう六人目の敵の薙刀を心得たりと受け止めたとき彼の薙刀は真ん中より折れたすかさず腰の骨質の太刀を抜けばその周りを敵兵が取り囲んだしかし 明秀のふるうたちは縦横に暴れた十字を描き水車のように回っては四方に切りつけたすでに八人の敵が死んだ九人目に小やつもと真っ向から鋭い博士とともに打ち下ろした明秀のたちは兜の頂に当たった目抜きのもとから折れた刀身は抜けて川に飛んだ 今や頼みと名舟は,はここを死に場所と覚悟して死に物狂いで再び大勢の敵に向かったこの様を見て続いたのは阿リ慶州の弟子一来奉仕という大合力の者の薙刀を小枝のように打ち降りながら敵を倒していたが橋桁が狭く前に名舟がいるので進めないそこで 城名坊ごめんと叫ぶや彼の兜のしころに手をかけると一気に踊り越えた合力で斬りつけるなぎなたにしばし敵を支えていたがおめいて斬りかかる敵の胴を見事にないで二つにした時後ろへ回った敵兵の刃に死んだ上明明衆はようやく帰ってきたが矢のあと十三。しかし いいずれれも急所を外れていた京城はたちまち混戦になった。三味入道の一族、渡辺党が相次いで橋を渡り、刀折れれば敵のを奪い、重傷で倒れれば、残る力で腹かき切って川へ飛んだ。両軍の地で橋は染まり、雄たけびは火花の散るほど激しかった。 この橋上の激戦を眺めていた平家の本陣は次第に苛立ってきた。死に物狂いで防戦する頼政一党を破って、橋から宮のいる陣へ突入するには、時間がかかる上に第一狭すぎる。敵が宇治橋の防戦に全力を挙げている今日をついて、一気に宮の本陣に全兵力を投入して打ち果たしたい。それには、 川を渡らねばならぬが川の深さは計り知れぬ。平家の侍大将上佐の神忠清は大将軍智盛の前に現れると士を仰いだ。ご覧のごとき京城の激戦。今はこの川を渡る以外に手段はございませんが、さみだれで増水しているところへ、無理をしてとか強行いたしますならば。 人も馬も多く失われるは必定よど芋洗いへ回るか、または川知事へ回って、そこから対岸に渡るべきか。二つに一つを選ぶよりほかに道はないと存じます。これをそばで聞いていた当年十七歳になる下助の国の住人、足利の又太郎忠綱は、奮然として友盛の前に進むと、 断固たる口調で進言した「淀や川内島で回ってとかしようというお話ですがシナかインドの兵でも呼んで川を渡そうというのですか。戦をしているのは我々ですぞ目の前にいる敵を今石田したなら宮を奈良へ落ちさせてしまいます」そうなったら吉野十津川の軍勢が宮のもとに退去して集まるのは目に見えていますこれは 一大事ですぞ。坂東武者の習いとして、敵を目前に控え、川が浅いの深いのと考え込んでいる暇は持ちませぬ。この川の深さとて、利根川とあまり違いはないはず。というや、ひらりと馬にまたがり、自分の家来たちの前に来ると叫んだ。今こそ死ぬべき時だ。さあ、我に続け。 彼は馬に一口くれると、さっと川に踊り込んだ。これに優を得て続く侍は、王吾、大室、山上などの面々、しぶきを上げて流れに馬を乗り入れる者、三百余規である。その時振り返った足利の又太郎が、大恩情を上げて注意した。弱き馬は下流に、強き馬を上流に立てよ。 馬の足、川床を歩む間は手綱を緩め、足届かずに泳ぎ始めたなら手綱を締めよ。流される者あらば、弓を与えて引き戻せ。手を組み、肩を相抱いて、遅れずに渡れ。川の中で弓を引くな。敵いてきても相手になるな。兜を傾けて矢を避けよ。下げすぎては首をいられるぞ。馬には弱く、水には強く当たれ。 流れに逆らわず従って渡れよこの適切な助言は水に経験の浅い軍勢に対して極めて効果的であったかくして十勝の先人三百余機は全員無事対岸にたどり着いた宮の御後岸に先手を切って踊り上がった 足利の又太郎のいでたちは赤川おどしの鎧黄金作りの太刀二十四本背に刺したるは切り譜の矢重藤の弓を小脇に買い込んで乗る馬は連前足毛あぶみを踏ん張って声を轟かせた昔朝敵将門を滅ぼした田原東太秀里十代の後員下助の国の住人足利の太郎年綱の子 太郎たつな生来十七歳の者各無為無観の者が宮に弓を引き立てまつるは恐れ多いことなれど弓屋の妙が平家の上にとどまっている者と存ずる三味入道の御方のうち我と思わん人は寄り合えたまえ厳山戦こう名乗りを上げると足利は平等院の内へ攻め込んだ。 このありさまを眺めた大将軍の友守は、全軍に下地して、渡河を命じた。二万八千余機、どっと川に馬を入れれば、差しも早い宇治川の水も、たまらず上流に押し返されるありさまである。ひとたび押し返された水は、激しい急流となって流れ込み、このため、伊勢、伊賀両国の兵の馬いカダが破られて、あれよという間に水に流される始末だ。 萌木、火おどし、赤おどしなど、色とりどりの鎧の兵が、浮きつ沈みつ流され、溺れる者604人を数えた。平家の大勢が川を渡ると、そのまま水しぶきを上げて平等院になだれ込んで、両軍必死の戦いが始まった。三味入道、渡辺の姓が、矢をいかけ、太刀を振るって防ぐ間に、 高倉の宮は奈良を目指して落ちていった。現残未入道、年すでに七十余り。左の膝頭をいられてお香が困難になった。今や心静かに自害せんと平等院の中へ引き上げようとするとき、追いすがった敵があった。このとき、次男、現大判官願熱な、この日、根寺の錦のひたたれに、 カラー屋おどの鎧を着て奮戦していたが、父の気球を見ると、直ちに取って返して防ぎ戦った。追いすがる武者を切り伏せたところへ、カズサノ太郎藩岸のヒョウとイルヤが、カネツナの内兜を言い当てた。がっくり弱るカネツナに、カズサノ神の大力の子息、ジローマルが、馬をさっとそばに乗りつけると、カネツナをむずと掴んで、共に馬から落ちた。 地に転がりながら視力を尽くして揉み合ううち、大力の金綱は二郎丸を組み敷いたと見るや、腰刀でその首をかき切った。よろめき立ち上がる金綱の上に、十四五木が折り重なって飛びかかった。力尽きた金綱は、ここに死球をあげられたのである。伊豆の神中綱も、 激戦の末、体に多くの痛手を負うと、平等院の釣り殿で自害した。その首を打った、下神戸の藤三郎清近は、敵の手に入らぬようにと、大床の下へ投げ込んで隠した。六条のクランド中家、その子クランド太郎中光も、共に同じ場所で討ち死にした。平等院に入った三味入道頼政は、 渡辺の長七うを召し寄せると「我が首を打て」と静かな声で命じた涙をハラハラとこぼした家来は「私にはできませぬ」「ご自害遊ばしましたらその後にこそ見印をいただきましょう」と声を詰まらせているその顔を見つめた頼政はかすかにうなずくと 正座して裁縫に向いた。シワの多い手で合掌すると、落ち着いた声で念仏をとたび唱えた。口を固く結んだ頼政の表情は、はかりごと破れた無念さはとどめず、穏やかなものがあったという。再び開いた唇は、自生の歌を詠んだ。埋もれ銀の、花咲くことも、 中西に、胃のなる果てぞ、悲しかりける。老人の手に刃がさえて光り、頼政はうつぶした。涙を拭った長七殿羽の立ちが振られた。主君の首を包んで小脇に抱えた長七と殿羽は走り去った。今やこの首を何としても敵に渡したくないだけである。 人気のない河原に出ると、彼は大石を拾い、首をくくりつけると、宇治川の底深く沈めたのであった。宮の姓を破り、頼政一味の大将たちを討ち取った平家は、何とかして、あの用の滝口を生け取りたいものと、機会を伺っていたが、もとより心得ていた用は、存分の戦で敵をあまた倒すや、腹かき切って自害した。 また円満院の大夫玄覚はもう宮もはるか落ちたであろうと右手に大なぎなた左手に大立ちを持って敵中を突破宇治川に出るや水に潜ると物の具ぐ一つ失うことなく対岸に着いたそして小高いところに走りのると大声で長老した「どうじゃ平家の者どもここまで来られたら来てみるがよい」。 しばらくカラカラと笑うと、三井寺へ帰っていった。この乱戦の中で、平家勢の肥田守影家は、さすが歴戦のつわものだけあって、素早く判断を下した。この戦いに紛れて、高倉宮は奈良へ逃げられたに違いない。今なら間に合う。と、襟すぐった性病四五百期を引き連れると、馬に鞭をあて、 を蹴ってひづめの音堂々と急吊する影家はやがて光明線の鳥居付近でおよそ30機ばかり宮を守ってひたすら落ちる一軍を見つけたそれっとばかりに矢が雨のように宮の周囲に降る両者の距離はたちまち詰まった宮の音も鬼佐渡荒戸佐行武の春秋必死に防ぎ戦ううち 次々と討ち死に一本の矢が宮の脇腹を射抜いた体を折って馬から落ちた宮にわらわらと敵兵駆け寄り宮の首は上げられたのであったこの時宮の一行が知らなかったことがある興福寺の援軍はすでに出発していたのであった大主七千四人武装して宮を迎えに出ていたが 先人は傷まで進んでいた宮の打たれた光明線の鳥居との距離はわずかに五十丁である伝令が宮の最後を伝えたので幸福寺の大師は引き上げたのであるがわずか五十丁の間を持ちこたえられず果てられた宮の御運こそ痛ましい限りである若宮ご宿 三味入道、渡辺などの塔を殲滅した平家のつわものたちは、三井寺の大師も混ぜて、およそ五百ほどの首を上げた。頼政の子宮はついに発見できなかったが、彼の子息たちの首はすべて探し出された。立ち、薙刀の切っ先にこの首を突き刺した平家の軍勢は、勝ち時を上げ、勇みわめきながら木戸に着いたが、その騒ぎは大きかった。 切り落とした首を掲げた軍勢が六原に着いたのは夕方近かった。首実験は簡単に済んだが、問題になったのは高倉の宮の子宮である。宮の世に隠れたような生活から御所に出入りしてその顔を知っているものは少ない。千年、宮が病気の時召された医者、天薬守定成がいるはずである。 あのものなら首を確認できようというので使いが走ったが、ただいま病のとこに伏しているのでお役には立てない、と申したきり出てこない。そこで宮の情を受けた女が求められた。ここに宮が長年長愛し続けて、宮の子も多く産んだ女房がようやく見つかり、これなら未存じはあるまいと呼び出された。 宮の首を一目見たこの女房は袖を顔に押し当てるとそのままうつぶした肩が大きく波打ちこらえきれぬおえつが漏れる宮の首は確かめられたのである一方平家首脳の間では高倉の宮の子供たちが八方を手を伸ばして追求された宮には腹違いの子供が多かったのであるが その中に八条の女院に仕えていた伊予守守則の娘で三味の壺と呼ばれた女房には今年七歳の若宮と五歳になる姫宮がいた清盛入道の弟池の中納言頼森は使いとして八条の女院の御所を訪ね女院に権上した姫宮については何も申しませぬ若宮を 東方に引きき渡していいただきと存じまますす今はもう遅うございます若宮をお召し出しという噂がここにも伝わった暁方のとたちが浅はかな考えから若宮を連れ出してしまいましたこの御所にはおりませんし私もどこへ隠れているのか知りませぬと女房は答えたもちろんこれはかくまうがための方便であったが よりしかたなくこの胸を入道に伝えると清盛は声を荒ら,らげていったお前も何という人のよいやつだ若宮があの御所にいなくてどこにいるあそこにいないというなら武士どもをやってもう一度探し出してまいれこうした中で若宮は女院に悪びれるところなく申し上げたこれほどの大事になりました以上。 もはや逃げ隠れいたしますることはできませんどうか私を六原へ差し出してくださいませ。若宮の子供とは思えぬ毅然とした言葉に女院は涙を新たにした。七つ八つの年頃の子といえばまだ聞き分けのない頃、自分のための騒ぎとしてこんなことを言うのを聞くのは悲しいこと。六年も七年もの間。 我が子のように慈しみ育ててきたのに、今このようなつらい目に遭おうとは。と泣かれて、六原へ若宮を渡す気持ちにはなられない。そこへ再び頼り,りが来て申し上げたので、余韻もとうとう諦められた。その当日、若宮の母三味のつぼねは、朝早くから我が子のそばに突き切っていた。 なくなく着物を着せ、髪を何べんも丁寧に串削る。我が子の手に触れ、肩に触れ、顔を両手で押さえて離さなかった。六原からの車に若宮は乗せられた。女院をはじめ、つぼねの女房、同女に至るまで涙と共に見送った。若宮の車が六原につき、車から降ろされたとき、 先の右大将宗盛がその姿を見つめたしばらくして父清盛に宗盛は言った前世の祝宴とも申しましょうか若宮を一目今見まして宗盛胸が痛みましたあまりに痛わしく存じます若宮の命を助けても大きな影響はもはやありますまいどうかこの宗盛に若宮の命をお預けくださいませぬか この言葉に清盛は考え込んだ。おそらく彼は、宗盛の言う前世の祝宴など問題にしていなかった。彼の頭は、高倉の宮の謀反と、頼政一味の決起、この事件が影響を及ぼす政情の推移、あるいは諸国の治安の敏乱、一代にして築いた小野が地位など考え抜いたであろう。宗盛には、父の前に座っている時間が、 恐ろしく長く思われた八浦清盛はこまねいた腕をほどくとそっけなく言った「それならさっさと出家させてしまえ」「宗盛からこの知らせを受けた女院は喜ぶにはあまりにも大きな衝撃を受けていたのか顔色を変えたまま「何の依存がありましょう」「ただ早くしてくだされませただ早く」と 繰り返すばかりであったこうして若宮は髪を落とし奉仕の姿となって仁和寺お室の弟子になった後に当時の一の長者安井の宮の大僧侶藤村といわれた人は実にこの若宮であった東条の沙汰、また 高倉の宮の子は奈良にも一人いたが、守護役の佐抜神重秀が出家させて、北国へ逃れ落ちていった。後に、木曽義仲が京へ攻め上るとき、後位につけようと現属させたので、現属の宮とも、木曽の宮とも呼ばれたのである。昔、東条という人相の達人がいたが、宇治の関白り道 二条の関白のり道の僧を見て三代の天使の関白となり八十歳長寿を保つと言ったが見事これにたがわなかった一方宋正納言は高倉の宮の仁僧は好意に疲れるべき温僧だなぞと言っていた人々は仁僧を占った宋正納言のことをさまざまに噂しては以後信頼を寄せなかったのである さて、清盛は事態が収まると、恩賞を行った。まず、宮の無本長伏について、必死に記念した高僧たちに、それぞれ位を与えた。宗盛の子、自重清宗は三味に除せられたが、その事例には、源の持人、並びに三味入道頼政不死追悼の賞とあった。 源の持人とは高倉の宮のことである王子を討った上に進化扱いの姓を与えるなど浅ましい行いの限りであろうぬえ源三味入道頼政は摂津守頼光から五代目の子孫三河守頼綱の孫兵庫守中政の子である。 保元の合戦の時、朝廷側に着き、先駆けしたが別に恩賞はなく、平時の乱においても、親類などを捨てて合戦に力を尽くしたが、見るべき恩賞は与えられなかった。大内守護として長年勤めていたが、昇殿は許されなかったのである。年すでに老いた時、一種の歌を詠んだ。人知れぬ、 大内山の山盛りは子が暮れてのみ月を見るかな」。この歌が目に留まり昇殿を許された上に正下椎を与えられたが頼政はさらに三味の位に望みをかけた。登るべき頼りなき実はこの下に椎を拾いて世を渡るかな。 そして念願の三味に進み、出家したので三味入道頼政と言われたが、時に七十五歳である。この頼政には特に有名な手柄があった。任平の頃、この園員が暗いにあった時のことである。天皇は舞をうなされ、怯え続けていた。高層寄草が命じられて、 大法秘宝を鉄を行ったがその光源は見えない天皇は毎夜およそ午前2時ごろ東三条の森の方角から黒雲が一村湧き起こり恐ろしい速さで飛来して御殿の上を覆うとひどく苦しまれるのであった高僧たちの手法はさっぱりと印がなく天皇の毎夜の苦しみは一向になくならぬのに慌てた苦行たちは 深刻な顔で会議を開いた。席上、昔の話が出て、堀川天皇が夜な夜な怯えられたことがあったが、時の将軍、源義家阿尊は難殿に殿いしており、御悩みの国言に至るや、譲るを三度響き渡らせると、高声で、先の六の神源義家と名乗ると、雲勢に劣らぬ烈白の奇声は、 聞くもの,のみがそうけ立ち天皇の苦しみもにわかに軽くなったというとの意見があった「しからばこの洗礼によるべしと」と武士の警護が行われることになった源平より選ばれた中に頼政も入っていたがこの時まだ兵庫の神であった宮中に武士を置くのは反逆の者を退け 直に背く者を追悼するのを本務とする。目に見えぬ化粧の退治とはまだ聞き及ばぬこと。と、極めて不服そうであったが、直命とあらば致し方なく三大した。頼政は、かねて信頼を寄せている老党、とう海の住人、井野早田、ただ一人を連れた。この男に鷹の葉の矢を持たせ、自分は二重の借りぎぬ 山鳥の尾で這いだ尖矢を二本、重刀の弓を持った。この尖矢二本というのは、柄らいの弁という苦行が、変化の者のを退じるのは頼政であろうと言ったので、もし一本で妖魔をいそんじたなら、残る矢で、あの柄いの弁の細首を射ぬこうと決意したものであった。南殿に来た頼政は、井の早田を傍らに控えさせると、 空を仰いだ。静かに晴れた夜空である変化飛来の噂など信じかねる穏やかな夜であった変化退散の仕事は僧侶にあるはずだ弓矢取るこの身はなどと頼政の心中にはおそらく不平が渦巻いていたであろう夜は更けていった午前2時近くか 風のないのに木々の小が立ち騒ぐ。にわかにきっとなって五天の上を仰いだ頼政の顔はほうじろかった。噂にたがわぬ国雲一村三条の森から飛び来たり、ピたりと五天の空を覆う。尖りや弓につがえて国雲を行視すれば、その中ほどあたりに怪しき者の,の姿が陰見する。明かりの漏れる主上の部屋では、 お苦しみの声が高まるような気がする。やがて物音は絶えた。陰鬱な風が音もなく、頼政の衣を吹き抜けたとも思えた。カッと見開いた頼政の目に、化粧のおぼろな姿が次第に輪郭を取ってきた。依存じたら、我が命はないであろう。彼の弓は満月のように引き絞られた。 ナム八万大菩薩と心に唱えれば、尖屋は鶴を離れた。鶴が鋭くなった。黒雲の中に目にも止まらず吸い込まれてゆく尖屋が消えたと見るや。一声異様な叫びが響き、どうと地に落ちてきたものがある。してやったりと叫んだのは頼政である。パッと走り寄った井の早田、もがく化粧のものを抑えるや。 刀で塚も通れと突き刺した。一度二度、早田の刀は九度まで獲物を貫いた。よりまさしとめたりの高らかな声に、人々は手に手にかがり火を持って駆け寄ってきた。恐る恐る眺めると、見たこともない異形の化け物である。頭は猿、胴はタヌキ、尾は蛇であり、 四つ足は虎のごとく、泣く声はぬえに似ていた。御悩み回遊された天皇は、喜びのあまり、獅子王という剣を頼政に賜った。宇治の左大臣頼長が、これをいただいて午前の階段を半ばまで降りたとき、ほととぎすが泣いて空を渡った。頼長は、しばらく足を止めたが、ほととぎす、 なおもくもいにあぐるかな。と、突然読みかけた。皇居の空に名をとどろかしたよりまさをほととぎすにかけたのである。これを聞くとよりまさ、つと右膝をつき、左の袖を広げると、月を斜めに見上げた。弓張好きのいるに任せて。と、よどみなく下を読む。 月にかけた誠に謙虚な態度である。居合わす人々は文部に優れた頼政に感動したのであった。また、王宝の頃、二条院が位にあった時、ぬえという会長が宮廷で泣き、天皇をひどく悩ましたことがあった。再び頼政が召された。時、五月二十日過ぎの夜、沼玉の闇である。 弓を持った頼政が久しく待つと、ぬえは一声高く泣いた。所在を確かめようと空を見上げたが、縫えは二度と泣かなかった。五殿の屋根さえ夜空に溶け込む闇夜である。さすがの頼政も弱ったが、やがて頷くと、かぶら屋を弓にがえた。先ほど泣いたとおぼしき闇空に、ひょうと放った。 うなりをあげて飛ぶかぶらやに驚いたか、はたしてぬえは、高く鳴いて飛び上がる。間髪を入れずよりまさのつるから、こかぶらやが鋭い音をひいて飛べば、ぬえはばったり落ちる。どっと歓声が宮中に湧いた。天皇は大層喜ばれて、よりまさに魚医をたまわったが、彼の肩に魚医を着せた大井の帝の金よしは、さつきあみ、 名を表せるこよかなと読みかけた「たそがれ時も過ぎぬと思うに」こう答えたのは頼政である歌にも優れていた彼の面影を伝えるものであろう頼政はその後伊豆の国を賜りその子中綱を伊豆の頭領として自分は三味に上り丹波の国の五カノ礁 若さの遠宮川などを所領として誰もが晩年は安らかに過ごすと思っていたがこの度の謀反で自分も子孫も滅ぼしてしまったのである三井寺炎上5月27日三井寺攻略の軍が起こされた。 なら幸福寺と三井寺、互いにこうして謀反の宮を受け入れ、あるいは武装して出迎えるなど、これは朝敵の行為であると平家は断じ、共に討つべしとの声が高まったが、まず三井寺からと軍が編成された。大将軍は唐の中将重衡、副将軍に薩摩神忠則、そのせい合わせて一万余儀。 寺の舟渡一千四人死を決してこれを迎えた酒もぎを設け関所を数多く作った戦は朝六時から矢合わせで始められ十分の一の小勢ながら死に物狂いで防戦する三井寺の舟渡に平家も手を焼いた日が暮れ世に行っても戦は激しくなるばかり すでに304人が討ち死にした寺側の防備の薄いところを狙って野衆を敢行した攻略軍はついに寺に攻め込んだ。寄せての兵が寺の棒という棒に火を放ち始めればたちまち三井寺は巨大な炎に包まれた。生き残った衆とは死産し寺の火災はいつやむとも知らなかった。 これで怪人に帰したのは、本学院、上記院、新女院、修郎、五宝前人の社団、今熊野の法殿など、諸々の道者闘病六百三十七棟、それに大津の民家一千八百五十三家。この火災で地匠大師が塔から携えたところの一彩鏡七千余間、仏像二千余体は灰となった。 三井寺は天智天皇の御願寺。その後、千尚大師が、ここを天保官定の霊所として御成寺を建てた尊い場所である。が、今はもう焼け跡しかない。修行の鈴の音も絶え、仏前に備える水を汲む人影もない。三井寺の市長、円慶方神皇は、別当を免ぜられ、薬草も免官。 三十四人は流罪に処せられたこのような国土の騒ぎ天下の乱れはただ事ととは思われない平家の世も末になる前兆かと人々は密かに噂し合っているが噂はもう声高で話される始末である「現代語訳平家物語」 第4巻終わり